レンジファインダーカメラ。レンジファインダーカメラとは、光学指差式距離計が組み込まれており、距離測定に連動して撮影用レンズの焦点を合わせられるカメラのことである。レンズの繰り出し量などを測定することで、合照装置と光学距離計を連動させ、スプリットイメージや二重像の重ね合わせにより、ピント合わせを行う。一眼レフカメラよりコンパクトでありながら、 きちんとピント合わせができるため、未だに愛用者が多い。一部オートフォーカスカメラでもこの機構を自動化したものがある。利点としては本体を一眼レフカメラよりコンパクトにできること、一眼レフカメラのようなミラーボックスを持たないので、フィルム面直前にまで後玉が突き出したような設計のレンズも使用可能レンズ設計の自由度が高いことが挙げられる。 またミラーが存在しないのでシャッター時のショックや音が小さい傾向にあるためカメラブレを軽減することができる。欠点としてはレンズとファインダーの光学系が分かれているためレンズキャップをつけたままシャッターを切るミスに気づきにくいほか撮影範囲を確認するにはレンズの焦点距離に見合った B ファインダーを用意する必要があることパララックスを完全には補正できないこと 撮影用レンズとファインダーのどちらかの調整が狂っても気づきにくく素早く対応できないこと、またピント合わせ方式の都合上最短撮影距離がある程度長くなることが挙げられる。接写用アタッチメントを用意することで近接撮影を可能にしたレンズも存在するが、超近接撮影に関してはレンジファインダーカメラでは対応できない。あとには複数の枠。 フレームがファインダーに内蔵されるようになったが、枠が内蔵されていない焦点距離については、外付けファインダーが必要になり、またその場合は、距離計とファインダーが別になってしまうので迅速な撮影が不可能になる。また距離計の基線長がカメラの大きさによって制限されるため、望遠レンズ装着時のピント精度に限界が生じる。一部メーカーでは、 レンズとカメラの間に後付け装着して一眼レフカメラ化するアッチメントレフボックスを用意しており、これを使用することにより、望遠レンズでの確実なピント合わせが可能になるが、この場合利点であったコンパクトさは全く失われ、もともと一眼レフカメラである製品と比較して自動化も限界がある。一方標準広角レンズにおいては、一眼レフカメラの即距精度が、 焦点距離の長さに左右されるのに対し、どのようなレンズをつけてもピント精度とは無関係のレンジファインダーカメラの方が光的にはピント精度が高くなるために有利であるものの、レンジファインダーカメラは距離系との機械的連結が必要となり、その機械的精度を考慮すると一眼レフカメラに対する絶対的優位性は打ち消されるとの考え方もある。 またレンズのフォーカシングと連動しない単体距離計を内蔵しただけのカメラは通常レンジファインダーカメラに含まれない。主に小型 35mm カメラにおける方式の様々について述べる。他にも例えばスプリングカメラ等で本体とレンズボード間の機械的連結を必要としないドレ隷カイル式など様々な方式がある。この記事では連動式を前提としているが 古いカメラなど距離計を内蔵しているだけで、フォーカシングが非連動のものもある。レンズ交換式で連動の場合、レンズにより、フォーカシングと繰り出し量の対応が変わるので、何らかの工夫が必要である。一眼レフカメラ及び二眼レフカメラとは無関係である。即距機構のファインダー、レンジファインダーとフレーミング用のファインダーが別になっていて、外見上ファインダー接眼部が2個ある。 並んでいるものがほとんどものを二眼式、兼用になっていて、フレーミング用のファインダーの中に、即距機構のための像が一緒に見える、巨形内蔵式、ビューファインダーになっているものを一眼式という。フレーミング用のファインダーと即距用のレンジファインダーに、対し、それぞれ専用の接眼窓がある。古いタイプのレンジファインダーカメラは、もっぱらこちらで、代表的なライカの場合、 ライカ I、ライカ3のいわゆるバルナック型ライカはこちらである、M 型で一眼式になった。フレーミング用のビューファインダーと即興用のレンジファインダーの倍率をそれぞれ異なったものにできるため、レンジファインダー側の倍率を上げて高い即興精度を実現できるといった利点あるが、フォーカシングとフレーミングでファインダーを除き分けねばならないという。 不便のため1960年代以降はもっぱら一、眼式となった。フレーミング用のビューファインダーの中に即挙用のレンジファインダーが組み込まれており、即挙とフレーミングが同時にできるため素早く撮影することができる。コンタックス2型を講師とし、以来高級機、普及機を問わず今日まで広く普及した方式である。ライカは1954年発表のライカ M3。 以降の M 型でこちらになった。通常ファインダーの倍率は最大1倍であるため、視野の倍率を上げて即挙精度を上げる有効基線長を実基線長より伸ばす。レンジファインダー基線長を参照のことことができないという欠点がある。フレーミング用のファインダーの中央部に距離計20像が見えるのが一般的だが、アグファカラート36のように、 ファインダー全体が距離計になっているものや、コダックメダリストのように、ファインダー下方に二重像があるものも存在する。一眼式レンジファインダーにおいては、ファインダー内の二重像部分の方式について、虚像式と実像式に分けられる。ビームスプリッターと同様な光学系、スプリッターとは逆向きに、スプリット、分離するのではなく合成する方向で使うを利用する。 点は共通である。二重像の部分のために、通常の巨像式ファインダーと同様の巨像式の光学系の被写体速を単純にもう一系統を用意したものである。単純なため、部品数が少ないためコストが抑えられ、調整も簡単で済む。光学的な原理上、二重像の円をきれいに切り出すことができないため、その境界がはっきりしない。 しかし通常の仕様には問題がなく多くのカメラがこの方式を採用している一旦空中に実像を結ばせそれを観察するという方式のファインダーである実像式ファインダーと同様の方式で二重像の部分の像を作る方式である巨像式と比較して複雑となりコストがかかるが実像面でマスクをかけることで境界がはっきりした像が得られることを利用して 上下像合致式距離計、写真用ではない、専用測定器の距離計には、多い方式であるのごとく使うことも可能で、より正確に即距可能であるとされるが、巨像式に慣れた人は苦手と感じることもある。通常、周辺部分の像は、巨像式である。周辺部も中央部も、実像式として二重像式ではなく、合致像式としたカメラもごく稀ではあるが、 ベーラのように存在してはいる。同じ距離にフォーカスを合わせる場合でもレンズの焦点距離が異なるとレンズの繰り出し量が変わる。このため、連動式でレンズ交換式のレンジファインダーカメラではレンズ交換機構と同時にレンズの繰り出し量をそのレンズの焦点距離に応じて距離計の動きに読み替える機構が必要である。内科の場合、 マウント内側に移動する共闘の一部が露出しており、その後端面がカムになっている。本体側からは、距離軽機構からレバーが伸びていて、そのレバーの先端に、ある頃で、共闘後端の仮面をなぞる。コンタックスの場合、標準レンズは本体側のヘリコイドを使う。多種の交換レンズは、レンズ側にヘリコイドを持ち、本体側とは、距離間の角度により、 情報を伝え距離計機構が連動する。戦前から1950年代前半まで、ライカ版を使用する、レンジファインダーカメラを代表する機種といえばライカ、L マウントライカ、現在は M 型に対して、バルナック型ライカといった通称でも呼ばれてるであった。小型軽量で、機動性に富み、故障が少なかった。当時のライカには、 ドイツ国内にコンタックスという強力なライバルが存在した。特に後の M 型ライカ、1954年 M3 を発表の特徴点のうち、コンタックスが先行していたものを挙げると、バイオネットマウントは1932年発売のコンタックス i 型、距離計一体型ファインダーと一軸不回転式、シャッターダイヤルは1936年発売のコンタックス2型で、 すでに実現している。しかしそのために、当時は高額商品であった小型精密カメラの中でも、ライカよりもさらに高額なカメラでもあった。そもそも小型カメラばかりでなく、メーカーの対水イ,イコンは1930年代当時、ドイツ最大の高額機器メーカーとして君臨していた、カールザイスのカメラ部門であり、ライカを製造していたエルンストライツ、現ライカと激しい開発競争や、 販売合戦を繰り広げていた中であった。極論すれば、ドイツの戦前のライカ版高級カメラは、ライカとコンタックスの2機種であり、日本のメーカーも大きな影響を受けている。エルマウントライカは多数のコピー機が作られ、コピーライカと呼ばれる。コピーにあたって一番問題になったのは、距離系の2つの窓の間にファインダーを入れるというライカが持っていた特許ったが、 戦前世紀工学、原キャノンは飛び出し式ファインダー、昭和工学世紀、レオタックスは、機船長が短くなることを覚悟で、距離計の外側にファインダーを持ってきて、ライツの特許を回避した。また、第二次世界大戦中ドイツからの輸入が止まり、軍用カメラの必要性から各国で軍部が、特許を無視して製造性をと命じて、アメリカのカードオン、日本の日本カメラが作られた。戦後は、 ドイツの特許が無効化されキャノン、日ッカメラ、アトのヤシカ、レオタックスカメラ、イギリスのリードシギリスとリードなどがこぞって台を模倣し、互換機内紙はデッドコピーを作り続けて技術を磨き、さらには改良した機種を作り始めた。なお、こういったコピー機のブランド刻印等を削り取って内科の刻印を偽装した偽物は、フイクライカと呼ばれている。 第二次世界大戦の終結は新たな形の戦争である東西冷戦の幕開けでもあった。東西に分割されたドイツは離散家族など多くの悲劇を見ることとなったが、その拠点が両ドイツに分散してしまった、再水コンタの企業の運命もその一つに数えられるだろう。カメラは軍事面とのつながりもあることなどから、東ドイツのカメラについての情報は従来十分であったが、 リハルト・フン・メルラの東ドイツカメラの全貌にドレスデント一眼、レフカメラを中心として詳細が述べられている。一方で、西ドイツの復興と気を一にして復活したライツだが、日本メーカー当各社が独自の改良を続けて、利便性を高める中、ライカは伝統と信頼性は高いものの時代遅れのカメラになりかけてた。1954年のフォートキナで、 ライツは設計のほとんどすべてを刷新し、バイオネットマウント、装着レンズに応じて、枠を自動的に切り替える、実像式距離計一体型ブライトフレームファインダー、一軸不回転等感覚シャッターダイヤル、等といったスペックのライカ M3 を発表した。旧型ライカを市場として、追いつけ追い越せであった。日本のカメラメーカー各社にとって、この新型ライカは衝撃であった。 日本工学はその後のニコニス P 以降レンジファインダー機の大幅改良は止め一眼レフのニコン海へと進んだ。ミノルタの M 型ライカ対抗機ミノルタスカイは生産されず幻のカメラとなり、同社もやはり一眼レフに進んだ。キャノンは1959年の一眼レフフレックスの後もしばらくレンジファインダー機の改良系を出し続けたが、 1965年の 7S が最後となった。そのようにして、高価格帯レンズ交換式 35mm カメラの主流は一眼レフに移ったため、M 型ライカはほぼ唯一の高級レンズ交換式、レンジファインダーカメラとしてその後も改良を続け、主なモデルとしては M、M4、M7 まで進んだ後、M8 でデジタルカメラとなった。 他に小型化と一部電子化を図ったモデルとして、ミノルタとの提携による、ライツミノルタ CL1973 年とミノルタ LE1981 年があったが、直接の後続はなかった。低価格帯のレンズ固定式のカメラでは、その後も、いモデルはビューファインダー、上位モデルは巨像式、レンジファインダーというようにして、レンジファインダーモデルが存続したが、 ピっかりコニカ、1975年に始まる1970年代後半からの、ストロボ内蔵とほぼ入れ替わりにレンジファインダーモデルが、消え始め、続く、ジャスピンコニカ、1977年や、キアノンを問い、1979年に代表されるオートフォーカス化により、レンジファインダーモデルはほぼ消滅した。しかし解無というわけでもなく、初代オリンパス素、 1978年、アグファ・プテマ1535センサー、京セラの初代、コンタックス・ T、1984年、1990年の T2 は、オートフォーカスといった、レンジファイダー機があった。コンタックス・ T2 から、その後1990年代の、いわゆる、高級コンパクト機というジャンルが広がったが、それらはいずれもオートフォーカス機であった。 1990年代にちょっとしたクラシックカメラブームがあり、その波に乗って2000年前後に、いくつかのレンズ交換式カメラが現れた。京セラのコンタックス G、1994年はオートフォーカスレンジファインダーと銘打ったが、撮影者が目視して使える、距離計は備えていない。コニカの高級機、ヘキサーのレンズ交換式上位モデルである、ヘキサー RF。 1999年、コシナのフォクトレンダーブランドのベッサシリーズ。1999年、コシナォクトレンダーのカメラ製品一覧を参照。安原一式。1999年などがまず挙げられる。続いてニコンがニコン S3 を2000年、ニコン SP を2005年に共に限定品として復刻販売した。2005年にはコシナのタイスブランドで 再水コンが発売された、再水,根財水根コン新製採水コン。シナ・採水コンには、ボディ左右端の形状に、前述のミノルタ CLE 及びミノルタの、高級コンパクト機 TC-1 の影響がある。以上に挙げた機種は、コシナ別社のマニュアル機械式シャッター機である、R2MR3MR4M の各機、モデルは、ファインダー倍率の違いの2015年9月を、最後に、 すべて生産終了している。中盤カメラでは、戦前から、再水イ,イコンの、スーパーアイコンタ、北斗レンダーの、スーパーベッサ、プラウベルの、プラウベルマキナなどが著名で、主に上位機種に搭載された。なお、これらの製品も、ライカファンカメラと同様に各国で、コピー、模倣機が製造され、日本でも録音者、コニカを経て原稿に神のルタホールディングスの、セミパー、 千代田工学、ミノルタを経て原稿にカミノルタホールディングスのオートセミミノルタ、マミヤ工期、ゲンマミヤ OP のマミヤ6など、数多くの製品が作られた。ただしジャバラを用いたホールディングカメラが多い120フィルム仕様カメラは、構造上レンジファインダーをレンズに正確に連動させることが難しく、連動レンジファインダーの装備は一部上一種とどまり、 単体距離計を内蔵しただけのカメラも多かった。戦後になって2眼レフカメラを除く120フィルムを使用するカメラが高級機、プロ容器に限定されていくと、ジャバラカメラが通常の固定共同のカメラに置き換わっていき、連動機構の制約がなくなった。135フィルムと比較して重厚長大になりやすい120フィルムの分野では、小型軽量を貸しやすい。 レンジファインダー式は有利であり、オートフォーカスが実用化されても長らくその必要性が薄いとされきた経緯から比較的遅い時期まで一般的であり続けた。戦後の日本の代表製品としては、マミアプレス、ニューマミア6、フジカ G690、トップコンホースマンプレス、プラウベルマキナ67シリーズ、ブロニカ RF645 等が挙げられる。 リンホフスーパーテヒニカシリーズやグラフレックススピードグラフィックシリーズホースマン 45H シリーズなどジャバラプレスカメラでも連動距離計を装備するものがある。これらはピントグラスによる即興や煽り撮影対応などフィールドカメラとレンジファインダーカメラの両方の性格を持ったカメラといえる。 スピードグラフィックシリーズは1950年代頃以降レンジファインダーに照明を組み込み被写体に照射することで完全な暗闇でもピント合わせができる機構を持っている2004年にエプソンから世界初のレンジファインダー式デジタルカメラ RD1 が発売された同期のシリーズは2014年の RD1XG 生産終了まで続いたまた ライカ M シリーズが M7 を最後のフィルムモデルとし、2006年の M8 以降、レンジファインダー式デジタルカメラとして、M9、2013年のライカ M とシリーズを続けている。5、おさむき。